またあのガキ。コンプレート。あいつ。じゃーん。雪の教会です。重大な心配事があるだろう。あのバカ三人組だよ。名前なんて言うんだ。綾瀬七海。式の最後に新郎新婦が表のスロープを滑り降りるの。アホだ。アホが目の前にいる。この事故がきっかけで引退しちゃった。え、城山銀、元ワールドカップスキーヤーです。10代で全日本のエースになって、私たちが煽ったからよ。こんな子供に町の期待を全部追っかぶせて。あなたコーチやってくれない？東京から来たスキーのできないナナミってみんなに紹介してやるよ。花嫁さんが？まだ帰ってないんだよ。なんか大事になってきたな。お前一緒にいて気づかなかった？俺がいつ自分の失敗をお前らのせいにした？腫れ物に触るみたいに勝手にビクビクしやがって、てめえらから離れてったんじゃねえか。ふざけんじゃねえぞ。レッツゴー。何やってんの？ダウジングや。お前はかつての自分に泥を塗り続けてんだぞ。大丈夫かな。自分だって途中でやめてるくせに。最後までなんかやり遂げた記憶なんてねえし。